い、皆さんこんにちは。災害対策担当を考えてまいりました。最近はですね、この災害ということがもう当たり前になってしまいまして、日本人は少しもうなんだろうな、免疫ができちゃったのかな、マジがね、出てるような気がします。で、今日ね、どうしてもお話ししたいのが、僕はこのね、ラジオずっと昔から聞いてていただいて、災害の話とかそうした時に絶対に到達する問題があるんでね、皆さんね、思い出してください。聞いてらっしゃる方、冬にも嵐が来ます。台風の通り道だと。この話だ。だから日本はもう気圧も全然気候が変わっちゃったんだよね。冬も暖かいってこと？いや、そうじゃないんですよ。もうそこがね、大事なところで、温暖化だとか一言でね、マスコミのそういうあれに乗っかってて話をしてはいけません。なぜそうかということはね、明らかに分かってて、日本人はプロパガンダでもちろんそうやってね、情報操作されてるだけなんです。そう、分かってしまったら全部対策ができるということで、もう信じてくれる人も多いと思います。いきましょう。災害対策110番です。寒いのに嵐が来るんですか？はい、そうなの。よくね、昔から日本人っていうのは、例えば台風が発生しましたと、ね、その台風がだんだん北上していくと、ね、暖かくなくなっていくから弱くなって熱帯低気圧になって、台風じゃなくなっちゃうよっていうふうな言い方をするでしょ。でもじゃあ寒いところには雨降らないんですか？雪降らないんですか？雨は降るけど台風、嵐はないんですか？ブリザードって言葉聞いたことない？嵐だよね。そういうのが来るの？はい、結局低気圧にもいっぱい種類があって、熱帯で発生する熱帯性低気圧と温帯性の低気圧、それとあと寒帯冷帯性の低気圧、全部あるの。じゃあ雪の台風が来るの？もちろん、そうで、今ね、東京はってどうなってるかって言ったら、最近ね、ちょっと前です、この放送のちょっと前だけど、北海道でのものすごい風速30メートルとか40メートル、あと九州の大荒れになった。これ台風来てないでしょ。でフィリピンの方はどうかっていうと、この間やはり大変だったみたいな。そうだね、897ヘクトパスカルっていう、おやつ、今年最大の台風が上陸しちゃって、地震の後にやっぱり100人ぐらい死んじゃって、大変なことになったらしいよ。地震の後それで突然来て特別じゃなくて、これはもう予測されてることなんです。だから僕の日記だとかラジオ聞けば、台風はまだ収まらないよって言ってからね、30号が来たわけでしょ、結局台風を なぜ台風というかって、巨大になって中心部に目ができて台風になるわけだ。だけど目がなくても巨大な、ものはたくさんあるし、冷帯性寒帯性のものでも目ができるほどの巨大なものがあるよ。ところが一般的な台風と言われるものは、海、太平洋上とかね、海上でしか発生できないというふうに言われてるんだけど、なぜなら急激にそこからね、要するに水が上昇して上で対流で雲ができるからと、ただ巨大な低気圧というものは、はっきり言ってシベリアでもできるし何でもできる。で日本はそういう通り道になってしまったから、夏場に関してはそうやって、夏場から秋にかけてはフィリピンとかさ、太平洋上からずっと日本海側にずっと沿ってくる台風がある、今までと同じ。で今度は温帯性の低気圧の中で大きいのが出てくるから、だから熱帯性低気圧にならないと温帯性低気圧になって勢力がすごくなる。だから北海道も被害が出てる。それで冬は、寒冷前線と同じように寒帯性とか冷帯性の低気圧がやってきて、北海道から下のに降りてくるわけだ。これがまた猛吹雪で風速30メートルのブリザードとか起こすんです。今年そうなるんですよ、はっきり言って。で長期予報で NASA とかそういうところの軍隊はそういうのできてんだよね。それが民間には伝わってない。正確に言うと気象庁という省庁が、結局そういうような新しいモデルに対する変換をしようとしてない。これは映画 Day After Tomorrow でやったのと全く同じで、ね、昔のモデルのまま当てはめてやれば、それは今のと同じで、お役所仕事だね。だからかといってそういうのを採用するのを簡単にしないんだよね。だからそんな一時的なものだとか、そういうグループがいるんですよ。本当にね、それに関して言うと、完全に気象変わりましたから、だから稲作の農業のやり方とかそういうこともね、本当は早めに気象庁がちゃんとした形でそれを発表してね、新しいレクチャーしなさなきゃいけないんだよ。だから今一番俺がね心配なのってのはさ、2020年度のオリンピックを夏にやるってのが信じられないんだよね。夏、そう、要するに夏何度になるんだろうって、温度にしてもね。だからそれを開閉式のすごく状況のいい国立競技場を作るとか、いろいろやってるかもしれないけど、よほど真剣に考えないと夏のオリンピックは失敗するよね。だからそれをね、早めにやっちゃって決まってるのかどうかも心配だし、ただまあ放送権料なんかの問題で夏にやらないとお金がたくさん入らないとかあるんだろうけど、フットボールがあるから、アメリカがいっぱいスポンサーがあるからって言うんだけど、でもオリンピックはスポンサーいくらでも見っかるから、禁止の方を優先した方がいいと思いますね。困った問題だね。いや、すっごい困る。で今後はどうなるかっていうと、冬ね、ものすごく寒暖の差が激しくなって、
突然25度の冬になったり、それともう一つ同時に突然氷点下になる大嵐が来たり、こういうものがある。で、上層空気の大気の様子がもう全然違うんだよね。で、これ自体は地球温暖化の CO2 っていう問題ももちろんあるんだけど、それで上がる温度なんてたかが知れてるんだよね。問題は森林伐採の方なんだよ、うん、それとあと海底 の例えば土壌の酸性化とかね、そこの問題になってるの。これが一番起きて、その酸性化の原因っていうのが CO2 なんだよ。だからみんな間違えちゃいけない、温室効果ガスが上に出て、ね、ありえないと思うのはさ、誰だって中学校ぐらいで習うと思うよ。中学校習うんだけど、二酸化炭素って重いんだよ、うん、だから上行かないんだよ、下に行くってことが分かったよ、うん、そうするとそれが水に溶けたりいろんなことがあったり、森林の、ね、中に雨の中で入って落ちてきて、結局土壌が悪くなる、ね、酸性土壌となって、それで枯れるでしょ、うん、で今現在実際にさ、ニューギニアにしてもあそこにしてもアマゾンにしてもものすごい数の森林伐採してるわけ。要するに熱帯雨林がどんどんなくなってる状況、1日に23区1個分ずつがなくなると言われてるぐらいに、それぐらいなくなってると言われてるのね、うん、で結局こういうようなものが、例えば酸素を生み出す寝床がなくなることと、それと同時に熱帯の中である空気の対流を変えるんだよね。だから冬と夏が一緒になって日本を襲ってくるのは当たり前で、これ日本だけじゃないんです。やっぱり世界中でいろんなこうあれが出てて、例えば植物っていうものに対するさ、あれがやっぱり尊いものでしょ、植物はね。それに対する尊厳が失われて、植物が何をやってくれてるかってことを忘れてるから、食い物は一つだとしか思ってないから。中国のあれだしそうだよね、空気汚染だそうだし、うん、これ本当に真剣に考えなきゃいけないんだけど、政府は絶対的にこれをね、政府ってやっぱり理系の人いないからさ、うん、ね、気象庁の象徴モデルを変えるなんて話したらバカなこと言ってんじゃない、そんなことしたら全部、ね、日本の天気からなんか全部崩れるじゃないか、もう崩れてるんですよ、うん、ね、明日明後日の天気予報が当たればいいったら天気図の壁が当たるんだけど、もともとの気象モデル長期予報を考えた時に当たらないんです。だから皆さん農業を営んでる方とかそういうことも言っておきますけど、うん、職業転換せざるを得なくなってくるね、うん、結局梅雨に雨が降らない、もうこの数年降ってないでしょ、梅雨じゃないでしょ、あ、そうで、ね、梅雨じゃない時に降ってるの、ね、うん、だから、要するに干ばつがある絶対雨が降らない時期と、ね、要するに雨季と乾季っていうのがはっきりしてて、うん、種類が違うものになっちゃ う、 そうなんだよ。雨季と寒季と、あとモンスーンね。だから亜熱帯性のモンスーン気候が日本東京とかね、稲もみんなそうなんだから、フルーツとかの方が育つのかな。ああ、まあそれはあるよね、うん、それはあるよね。違ったものを育てなきゃいけない、うん、だからあと樹木から来る果実というのは台風の被害で落ちたりリンゴみたいに、うん、だから地下茎になるような下に生えるものとか、パイナップルとかスイカとかだろうな、うん、ああいうのはいいんだろうな、うん、でまあ、皆さんですね、どっちにしろね、この問題っていうのは、まだまだね、問題なの先なんですよ。問題に国がするのは、一部の人たちはこれ継承してるんだけど、それをね、政府がまともに認めてこれをやってしまうってことは、気象庁のその元々のあり方とかそういうのに対応したことがないからできない。日本は間違いなく温帯ではないんで、ね、それも熱帯のモンスーン気候、あと黒潮の位置がほんの少し南にずれたんです。そのために台風が通り道できちゃったんだ。でどん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 その位置来るんですよ、ね、だから、秋になって、ね、日本がそんなに涼しくなっても嵐が来るという、そういう状態です。これすごく大きいんだよ。熱帯性低気圧が去った後に温帯性低気圧が今来てるやつね、うん、そして冬に寒帯性の低気圧が来る。なんか今年の秋はなんか暑かったっていうかさ、うん、涼しくならなかったみたいなこと言ってた、ね、だから秋っていう考え方が違っちゃってるよね、うん、だって熱帯性低気圧が来てる時ってのは涼しい、南から風が吹いてるんだから、うん、だからこれはね、気象の要するに温暖化とかそうやって秋だありえないのよ、うん、ね、寒くなること。ただ北から風が降ると違う、今寒いんだけど、うん、だから北の方から来る風か南の方から来る風かっていうのが一番分かりやすいわけであって、しびれの大きい寒気が低気圧から持ってきた時は大雪です。だからおそらく5メートル7メートルっていうのがすごい積雪が今年はあるんだろうな、日本海側から北海道とかね、あっちの方は歴史上だと思います。これを確保した上で皆さんは、僕の言ったこの話が本当か嘘かは年を明ければ分かります、はい、うん、どれぐらいすごいかってことをね、ちょっと我々考えなきゃいけませんね、はい、怖いね、はい、まあでも皆さんね、こういうことってのはまさかとかね、まあ自分の話じゃないだろうと思わないで、みんながそれぞれ考えた上で対応しないと、気象という災害は下手すら原発より恐ろしいことをやれば全滅があるからね。そうか、怖いな、それ、うん、はい、そういうことでね、予防できないものであるだけに頑張って考えたいと思います、はい、はい、
また来週ね、今度来週はどっちか分かりませんが、何かやりますんで、はい、またお願いします。それではさようなら、どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。